ジョニー・マッド・ドッグは2008年のフランス映画。映画監督、俳優として知られるマチュー・カソビッツがプロデュースした。第61回カンヌ国際映画祭のある視点部門、さらには国連本部でも上映された。内乱中のリベリア。ネバーダイと呼ばれる大将が率いる自称、反政府軍、デスディーラーは各地で略奪や強姦、殺人を繰り返していた。 少年部隊の隊長である、ジョニー・マッド・ドッグラ反政府軍の少年兵たちは、皆本名を持たず、政府の側につく者たちを、ドゴと呼び激しく憎んでいた。一方、13歳の少女、ラオこれは戦争で足を失った父と、弟のフィフと共に、戦火から逃げ回る。この物語は、マッド・ドッグラ少年兵たちの行軍の描写の合間に、 逃げ惑うラオコレの姿を織り混ぜ進行してゆく。反政府軍の首都突入と共に、市街へと進行した、マッドドッグらは、仲間と共に、ウージーを露飾したり、逃げ遅れた少年をなじっていた。そして、ある建物で、マッドドッグが単身作敵を行ったが、そこで、ラオコレ指定と出くわす。しかし、なぜか、マッドドッグは彼女に一切危害を加えず立ち去った。 一方、ラオこれは、弟とはぐれ、父は撃たれてしまい、国連軍の病院に向かう。その後、政府転覆が成功し、ネバーダイは、常備軍の兵士となった一方、マッドドッグは、身分と名を失う。なんとか病院の警備の仕事を当てが割れたものの、生まれてこの方、まともな生き方をしてこなかった、マッドドッグは慣れない仕事に戸惑うばかりだった。そのさ中。 父を亡くし、行方不明の弟を探し続けるラオコレは、マッドドッグと、ばったり再会する。マッドドッグは、人殺しとののしるラオコレのことを覚えていなかったのだが、とりあえず、彼女と連れの孤児に対して親切に接しようとした。しかし、憎悪に燃えるラオコレは、AK-47 を奪い取り、大尻で、マッドドッグを殴りつけたあげく、涙を流しながら、銃口を向けのだった。 作品には実際に戦った元少年兵を起用している。ありがとうございます。